霊夢、遊びに来たぜ。面白い、面白いわ、この動画。一体、何の動画を見ているんだ。メントスコーラ、古いな。何を言っているのマリサ。日常にありふれた飲み物であるコーラ。これにメントスを加えるだけで、コーラが間欠泉のように溢れ出す。身近なものが未知のものに変わった瞬間、それって最高にクールだと思うのよ。考え方が面倒くさいわ。そして、何より世界中の人が、この、メントスコーラの派手さを必死に競っているのよ。滑稽じゃない?心が歪んでもいたのか?私も今度、コーラ飲んでる時にメントス飲んだら人気になれるかな?やめなさい。自分の胃の限界に挑戦する気か?大体、なぜメントスを入れるとコーラが吹き出すか?知ってるのか?霊夢。知らないわ。でもあれって化けガスの反応なんでしょ?混ぜると危険の洗剤を混ぜるのと同じでしょ?違うぞ霊夢。メントスコーラは物理現象や、そうなの。霊夢が、人体実験をしないと使うなら、メントスコーラの原理を教えるぜ。教えて教えて、人体実験なんて絶対にしないわ。では、今回はメントスコーラの原理について解説をしていくぜ。メントスコーラとは、コーラにメントスを入れると間欠泉のようにコーラが吹き出す現象を指すこととするぜ。定義から始まるのね。続けるぜ。霊夢、炭酸水ってどうやって作るか知ってる?そんなの常識じゃない。炭酸水は、水に二酸化炭素が溶けた液体なんでしょ。なら、水に二酸化炭素を溶かせばよいのよ。私の吐く息は二酸化炭素よ。つまり、私の息を水に吹き込めばよいわけね。なるほど、面白い考え方だな。しかし、霊夢、その方法ではいつまで経っても炭酸水はできないぞ。そうなの?なぜ、息を吹き込むだけだと二酸化炭素が水に溶けないのか。それは、常温常圧時の二酸化炭素飽和溶解度が低いからだ。なんて、常温常圧とは、15度から25度の温度で、大気圧と等しい圧力のことを指すぜ。つまりは、ほぼ1気圧だ。飽和溶解度とは、溶質が一定量の溶媒に溶ける限界量のことだぜ。ここで言う、溶質とは二酸化炭素で、溶媒とは水を指すぜ。つまり、常温常圧での二酸化炭素飽和溶解度とは、私たちが、普段生活している環境での、水に二酸化炭素が溶ける限界量のことだぜ。なんだ、そういうことなら回りくどい言い回ししないで、最初から水に二酸化炭素が溶ける限界量、と言ってくれればよいのに。確かにそうだな。科学や物理学などで使われる用語は一般的でないことが多い。しかし、こういった正しい言い回しで説明すること、これが学問においては大事なんだ。なんで、大事なのはわかりやすくすることじゃないの。言語なんだから。例を挙げて説明しよう。例えば、霊夢、メントスコーラの実験のためにコーラを用意してと言われたら、何を買ってくる?そんなのコーラを買ってくるに決まってるじゃない。では、スーパーに行ったらこんな感じに陳列されていたら?そうだね。これなら、コーラゼロを買ってくるわ。マリサ好きでしょ?よくわかってるな。これが正しい言い回しをしなければいけない理由だ。どういうこと?今、霊夢は私の好みからコーラゼロを選んだが、コーラとコーラゼロは、中に溶けている甘味料の種類が違うんだ。コーラは甘味料として、加糖ブドウ糖液を用いているが、コーラゼロは人工甘味料である糖アルコール類を用いているんだ。そして、この甘味料の違いによって吹き出すコーラの量は異なるんだ。つまり、コーラの種類によって実験結果が変わってしまうわけだ。なるほど、正しい言い回しをすることで、人それぞれによる、食い違いを防ぐことができるってことね。その通りだ。正しい言い回しを使う理由がなんとなくわかったわ。まあ、私はかっこいいから使っているがな。今なんて、話を戻そう。水は、常温常圧で溶ける二酸化炭素量が少ないんだ。なので霊夢が言うように息を吹き込むことにより、炭酸水を作ることは難しい。ならどうするのよ。霊夢、ヘンリーの法則って知ってるか?知らないわ、でもイケメンだね。そうだな、食料は医者だ。ほう、そして体が弱く、多くの時間を科学に費やした科学者でもある。マリサ、私1775年にタイムスリップしてくるわ。そして最後は、銃で自殺する。ヘンリーの法則とは、正しく定義すると黒板に書いた感じだが、誤解を恐れず、ざっくりと説明すると、押せば解けるだ。マリサ、そういう説明を待ってた。つまりは、水の二酸化炭素溶解度を、高めるには、圧力を加えてやればよい。圧力ってそんな感じなの?水に圧力をかけることにより、より多くの二酸化炭素が溶けるようになるんだ。つまり、炭酸水は圧力をかけることにより、二酸化炭素の溶解度を高めて二酸化炭素を溶かしているんだ。なるほどね、炭酸水の作り方はわかったわ。これが、どうメントスコーラに繋がるのよ。ここで覚えておいてほしいことは、二酸化炭素は水に溶けづらいということだ。そうよね、圧力を加えないと溶けないぐらいだもんね。そう、常に二酸化炭素は水から逃げたがってる。なるほどね、つまり、蓋を開けた炭酸水を放置しとくと、炭酸が抜けるのは、二酸化炭素が逃げ切った結果なのね。吸収が早いな霊夢。放置してても逃げていく二酸化炭素。これを、短時間に急激に起こすと、メントスコーラのような現象が起きるわけだ。つまりは、メントスに二酸化炭素が逃げるのを、促進させるような作用があるということね。エアプトルイ、その通りでございます。では、どうやって促進させているかを説明してくぜ。面白くなってきたわ。メントスは二つの方法で、二酸化炭素の退職を促進してるぜ。退職なの?そうだ、株式会社ウォータはブラック企業だ。それっぽいロゴ出てきた。新入社員二酸化炭素は、夢と希望を持ってウォータに入社したぜ。二酸化炭素たち、ダメー逃げてー。しかし、実際の勤務実態は、詐欺が当たり前、上司のパワハラと厳しい環境だったぜ。二酸化炭素を、二酸化炭素は、会社を辞めたいが、辞めた後の社会保障、転職活動の時間を見つけるのに苦労するぜ。なんか無駄にリアルね。つまりこれは、社会的圧力だな。二酸化炭素は、金銭的保障、社会保障への不安から、ブラック企業ウォータに至るを得ないんだ。生々しい話ね。これと同じ現象が、炭酸水にも起きているぜ。この話伏線だったの。
ここにコップに入った炭酸水があるとするぜ。炭酸水の中の二酸化炭素は不安定なので、常に炭酸水から脱出しようとしているぜ。なので、二酸化炭素が集まって炭酸ガスの気泡を生成するぜ。二酸化炭素頑張れー。させないぜ。すぐさま水の表面張力が、炭酸ガスを潰して逃げるのを阻むぜ。ああ、炭酸ガスが、今の状態だと、二酸化炭素が脱出することはできない。そこで登場するのが、転職アドバイザーメントスだ。それっぽいロゴが来たー。転職アドバイザーのメントスが二酸化炭素をサポートするぜ。転職アドバイザーメントスの転職サポートは、二つの方法で行われるぜ。一つはメントスの表面形状によるもの。二つ目は、メントスに含まれる界面活性剤によるものだ。まず、メントスの表面形状によるものを説明するぜ。頑張れメントス、二酸化炭素を作ってくれー。霊夢、メントスの表面はどんな感じか覚えているか。そうね、ガラガラしていたと思うわ。その通り。メントスの表面は、ザラザラしている。これが電子顕微鏡で見たメントスの表面形状だ。電子顔微鏡で見た人いるの？何を言っている霊夢。メントスコーラは、国内外問わず、たくさんの論文が存在するれっきとした研究分野だぞ。みんな二酸化炭素を救いたいのね。まあそういうことではないと思うが、調べていたウプ主も無数に見つかる論文に驚いていたぜ。話を戻すぜ。メントスの表面を模式図にするとこんな感じだ。凹凸部が無数に存在することがわかると思う。これが鍵になるんだ。二酸化炭素は、炭酸水の中だと水の表面張力により気泡を作れないが、凹凸部があるメントスの表面では、気泡を作ることができるんだ。なるほど、言われると、そうなのかもしれないけど、今一つイメージできないわ。霊夢、これは身近な現象だ。炭酸水をグラスに注いだとき、泡はどの辺から出てくるか覚えてるか。そうね、グラスの側面や底面から出てくるイメージね。あ、そうか、気づいたようだな。グラスの表面は、ミクロな視点で見ると、小さな凹凸が無数にあるんだ。この小さな凹凸に気泡ができて、泡になっているんだ。つまりは、メントスの表面で気泡ができるのと同じ原理ということね。そういうことだ。メントスの方がより、気泡を作るのに適した形になっているんだ。なるほど、わかったわ。これが、メントスコーラが物理現象と言われる理由ね。その通りだ。これが理由一つ目なんだ。メントスにそんな秘密が隠されていたなんて、奥が深くて面白いわ。二つ目に行くぜ。二つ目は、メントスに含まれる界面活性剤によるものだ。霊夢、さっき水の表面張力が原因で気泡が作れないと説明したが、一つ目の方法は、形状によって表面張力の影響を受けにくくしたな。そうだね。二つ目の方法は、別の手段で表面張力の影響を解決しているんだ。まだ、表面張力の影響を小さくする手段があるのね。何か思いつくか霊夢。難しいわね。極端な例なら、表面張力をなくせば二酸化炭素は、逃げていけるのよね。なら、原因となっている表面張力をなくすか弱めることができたら解決しそうね。でも、そんなことできるわけ。正解だ、霊夢。できるの。表面張力をなくすことはできないが、弱めることはできるんだ。表面張力を弱めることができるのが界面活性剤だ。メントスには、その界面活性剤が含まれているんだ。これにより、水の表面張力が小さくなり、二酸化炭素が逃げやすい状態になるんだ。表面張力を小さくできるなんて、界面活性剤はすごいのね。実は、表面張力を小さくする方法は、他にもあるぞ。一番身近なのはドレッシングだ。これ、マリサが好きなドレッシングじゃない？私はこのドレッシングを愛しているが、話を戻すぜ。ドレッシングをかけるとき、必ずその前に来るよな。そうだね、油が分離してるから混ぜないといけないのよね。ドレッシングを振る作用。それは、表面張力を弱めるために振っているんだ。なんだってー。ドレッシングを振ることで、表面張力を弱め、油と水を混ぜることができるんだ。そんな、日常に化学が潜んでいたなんて、もちろん、炭酸水を振って吹き出すもの同じ理由だぜ。余談だが、メントスコーラの実験を行う際、コーラゼロで吹き出す高さが異なるという話をしたな。この動画の冒頭の方ね、実は、コーラゼロには甘味料の代わりに、アスパルテームという人工甘味料が含まれているのだが、これが界面活性剤として作用するんだ。そのため、コーラに比べてコーラゼロは、メントスコーラを行った際、吹き出し量が高くなるんだ。なるほどね。つまりメントスコーラは、表面張力を急激に小さくすることによって、間欠泉のような現象を起こしているのね。その通りだ霊夢。メントスは、表面形状と界面活性剤を用いることにより、二酸化炭素を転職させることに成功したのよね。第1回お疲れ様だったわねマリサ。お疲れだぜ霊夢。メントスコーラが、こんな科学的な内容だったとは思わなかったわ。科学は身近なところにあるのね。そうなんだ霊夢。科学技術と言われると、小難しく聞こえると思うが、中身はこういった日常にありふれた現象だったりするんだぜ。私たちの身の回りには不思議な現象がたくさん起きていて、ちょっと視点を変えれば見えてくるものがある。そんなことが分かってもらえればよかったぜ。すごい、かっこいい考え方ね。ウプ主もそんなこと思ってるのかしら。この動画を制作したウプ主のことだ。もっといろんなことを考えてるに違いない。そう思ってウプ主に、なんでメントスコーラを題材にした動画を作ったか聞いてきたわ。準備がいいな。返答で手紙が送られてきたから、読み上げるわね。新年を迎え、新たな気分でお過ごしのことと、飛ばして、重要なとこだけでいいぞ。私が、メントスコーラを題材に選んだ理由は、再生数を稼ぐには、メントスコーラが一番だと聞いたから。